緊張してるのか、伊藤。なんと今回オーディションの結果、ドロー。今までちょっと黙ってたことがありましてね。やだ。なんと伊藤さん。はい。緊張しすぎやろ。カエルの子はカエル。雨女知ってる？何？雨女。だね。いや、どういうのと？糸。違う。晴れ男。うちが晴れ男。すいません。あ、お疲れ様です。ああ、お疲れ様でした。今日頑張ってきた。今日素晴らしかったよ。ということで、タイトル、サムネイルにあります通り。はい。なんと、糸ちゃん、先日、オーディションを受けました。いや素晴らしかった。いや、何のって思ってる人も相当いると思うんですけども、はいはいはい、まあ、パパのインスタグラム見た方はそうですね、分かったかなと思うんですけど、初めてね、オーディションを受けて、はい、この音なしですけどダンスを踊って、とあるイベントに参加したいっていう、参加できる権利を得るオーディションね、糸ちゃん初めて受けたんですけども、その結果がなんと先週出たんかな。そうそう、先週出まして、まず応援コメントいただいた方にね、そうですね、お礼を、はい、感謝でございます。本当ありがとうございました、ねえ、本当ということで、はい、結果を発表したいと思います。なんと今回オーディションの結果、ドルじゃじゃん。誰が言う？残念でした。伊藤が待ったんだけどね。え、何が？え？言ったやろ。動画撮ってなかった。動画撮ってなかった選手。やってましたし、伝えましたし。伊藤、今回オーディションちょっと落ちちゃったけど、どう思う？やだ。どうする？悔しい？いや、全然。悔しい時やん、それ。悔しい時やん。だってもっと頑張れば。前向き。え？もう一個お知らせが、はい、お知らせというか、今までちょっと黙ってたことがありましてね、イタちゃんね、ね、実はですね、はい、イドさん1年間ダンスをお休みしてました。ドキャリアねえ、なんかあの前回習い事ダンスの体験行きましたっていう動画から、その後すぐコロナ来ちゃって、そうよね、教室休みになって、なってね、その後1年生になって忙しすぎて、へへんで1年間在籍してるけど現れないっていう。だってパパとママが行けない。ごめんな。そうね。ママもいっぱいいっぱいやって、去年はな。パパもずっとグーグーあったよ、ありよったけんな。連れて行きなかったな。なんでね、2月から。2月からだよね。3月から ?2 月から。2月から3月から、ダンスをようやく始めた、まだ初心者だったんよ。だからね、オーディションも、そのなんか、気合で、なった楽しく踊って、くれたら審査のあれになるよっていうやつだったから、そのなんかね、一回受けてみようみたいな、初めての本当にオーディションにチャレンジして、で、絶対カドリーがいいって言って場所もね、伊藤ちゃんが桜があるカドリーのあの場所でって。指定してきましたもんね。雨の中。雨の中。そうだからまあ、その何
オーディションは、チャレンジしていくことやと思うし。そうそう。数をたくさんこなした方がいいだし、うんうんうん、本当に舞台もそうだし。そうそうそう。パパも芸人時代やっぱ舞台をこなしてきたからね、うん、どこでも喋れるようになった。どこでもとは。うん、そう。だからな、ひでちゃんはまだまだこれからやと思う。本当にな。ね、見てる人はもしかしたらダンスめちゃくちゃやってるんじゃないかなって思ってる人もいるんですけども、去年はノンダンサーでして。3ヶ月しかやってないです。今まだ初心者が始めたばっか。2ヶ月です。はい、なんですが、はい、なんですが、はい、なんと伊藤さん、はい、今週末初舞台決定いたしました。やったしたる。今週末です。あ、そうです。で、日曜日。23かな。今週日曜日にね、伊藤ちゃんの初舞台、出る人っていう時に、はいって言ってね。一番大事だと。うん。場所とか日時とかはちょっと言えるか言えないかわかんないね。もし OK が出たら、うんうん、SNS、Twitter、Instagram とかでパパかママが、あの、言いますんでね。お近くの方は来ていただけたらなと思いますけども、はい、場所はちなみに天神です。福岡天神なんですけどもね、はい、鼻ほじらんよー冷えたなんで、伊藤ちゃんちょっと初舞台なんでめちゃくちゃ練習はね、家でもやってるんだけど緊張してると思うから白くな真っ白になったらねぜひね、応援コメントそうねいただけたら嬉しいな嬉しいな全部あの糸には絶対伝えますんでうんうん、うん、ね励みになるよね糸ちゃん ねぜひなんかその旗とかだけでもいいんで旗の絵文字とかだけでもいいんで ね糸ちゃん頑張れって言ってくださったらね糸に全部届けて元気のね糸ちゃんの緊張してるのか糸喋らんもん、糸が。緊張しよう。なんかイメージングしよう。ねえ。舞台、初舞台やけ。やばい、緊張しよう。大丈夫？どう？意気込みだけ聞いていい？2ヶ月ぐらい練習してきたけ。2ヶ月ぐらい。頑張れる？頑張れ。ん？いいか？なんで？かっこいい。ボソッと。てんちゃんは？何やない、何やない。楽しめ、とにかく。最初の舞台やから。ね、うん、ニコニコやちょっとおとなしい人じゃレアな映像になってるねこんな爪とか触りすぎるいや緊張するってこんな人じゃ初めてじゃないいや本当にねあのパパもねやっぱ芸人の時あの初舞台やっぱめちゃくちゃ緊張したでもなその中でなやっぱこの楽しかったことだけを今は何に覚えてるわそんな感じで言ってほしい楽しむことを絶対忘れようよ、うんあとは元気よくやってください。はい。はい。あ、はい。よーし。よーし。頑張れ、伊藤。はい。ということでね、伊藤ちゃんの習い事についてのご報告でした。みんな応援メッセージ。よろしくねー。待ってまーす。当日密着動画も一応撮るよ。その時のどこまで出せるかわかんないけど、お楽しみに。よいしょー。伊藤。爪見すぎ大丈夫緊張しすぎやろ伊藤、いつもの伊藤で最後終わってます頑張ります頑張りますイエーイ最後踊って踊って踊ってせーのせーのしびしびイエーイしびイエーイ踊らへー緊張やばい最後まで見てくれてありがとうございますチャンネル登録はこちらおすすめの動画をこちらその他 SNS も登録してねそれではいいよ迎える